はい、どうも小林隆史です。こんばんは。今日はですね、コロナ禍にこそ癒しのホルモンオキシトシンを出しまくれイエイということで、いや、どうしても今もうね、家に閉じこもってたりとか、なんか思うようにいろいろできないことが多くて、結構こうストレスが溜まるじゃないですか。で、そういう時にやっぱこう、なんだろうな、いろんな情報にね、右往左往したり、イライラしたりすることとか増えてくるでしょ。それって、なんか、健康に悪いじゃないですか、単純に。まあ、健康に悪いっていうのは、その、運動不足になるとか、それから、睡眠不足になるとか、そういうのももちろんだけど、精神衛生っていうのもすごく大事ですからね。免疫力を保つために、できれば、そのオキシトシンってホルモンがあるんですけど、脳内ホルモンがあるんですけど、それをいっぱい出した方がいいよっていうお話を、ちょうどですね、精神科医の樺沢紫苑先生の、樺チャンネル、僕がよく見てるチャンネルですけどもね、そこでちょうどやってました。コロナ不安をすっきり消す方法ということでね、これもまたリンク貼っておきますんでね、ちゃんとした情報としてそちらも受け取っていただきたいんですが、不安な時こそ結局その人に親切にするだとか感謝するだとか、そういう気持ちになった方がいいよって話なんですよね。で、そういう気持ちになったり、まあオキシトシンってホルモンはね、癒しのホルモンって言われてるんですけど、それがいっぱい出るとね、免疫力が上がるってことに分かってるそうです。だから、今言ったような親切だとかですね、感謝だとか、あとは本当はね、触れ合いのホルモンだから、人と触れ合ったりね、ハグしたりとか、まあ、あとペットを撫でるとか、子供を抱っこするとか、そういうことで出るホルモンなんだけど、今ちょうど人との触れ合いがすごくできないじゃないですか、やりづらいじゃないですか。で、俺なんかまあ、ミハイルをすごい撫でまくったりすることで、ほわほわって出してるんですけど、それ以外にもね、例えば、まあ、ネットの情報とかいっぱいいろいろ出てきますし、まあ、政府が出してくる対策もそうだけど、なんか不安になったり、それから批判的になったり、文句悪口を言いまくったりしてしまうとですね、余計にあなたの免疫力が落ちてしまうんですよということなんですね。交感神経が優位になる、その攻撃的になったりとか、何かに批判的になったりしてるときって、脳みそがすごくやばいっていう気持ちになってるでしょ。ピリピリになるでしょ。そういう時っていうのは免疫力がぐっと下がるんですよね。で、この癒しのホルモン、ミハイルかわいいなぁ、ミュシュシュチュチュチュってやってる時に、それ癒しのホルモンが出るというのがありますんで、まあ、できればですね、やっぱり親切な思いやりを持つとかね、親切にするとか、それから感謝するっていうホルモンを、まあ、そんな気持ちになってですね、自分の免疫力をガーッと高めていくっていうのが今一番やらなきゃいけないことなんじゃないかと思うわけですね。なぜならば、今一番大事なことは、僕はね、結局まず自分の体を守ること、これが多分一番大事なんですよ。で、その次に大切な人たち、身近な人とかね、人たちを守るっていう順番になるはずなんですね。なんでかっていうと、大切な人を守ろうとするのに自分が体を壊しちゃうと、結局この人たち守れないからですね。だからまず一番大事なのは自分の体を守ることですよね。そうすると、例えば、ネット情報にあーってギーってなって、不安になって、わーってなって、で批判して、おわーってやってるとですね、まず自分の免疫力が落ちて、まず自分が体やられる、精神と体やられるってなっちゃうんですよね。そうするともう次の大事な人を守るのもできませんから。もちろんね、例えば外、人が3密ですかのとこに行かないとか、そういうことはもちろんできること、あと手洗いとかね、できることはやればいいんだけど、でも精神とかメンタルの部分で、そう、免疫力がどんどん下がると、自分がウイルスにかかりやすい状態を作ってしまうことになりますんでね、できるだけ穏やかな気持ちで、そして、親切な思いやりを持った感謝の気持ちで過ごすということの方が、実はあなたのために、そしてあなたの大切な人のために大事なんですよということを、ぜひね、考えていただければと思っております。ふわふわっとしてくださいね。緊張感はいつまでも持続できませんので、はい。そんなわけで、またね、バイバイ。はい、というわけで皆さん、チャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。小林隆史でした。